僕は高校1年不良にも優等生にもなれへん中途半端な文化系男子僕にはロックだけが頼りセックスだけが乾くんこういういたずら困るわわけじゃない吉田拓郎みたいやんかノックせえやロックとは程遠い毎日このままでええんやろか行かへん旅こちらオリーブはじめまして聞くところによるとこの島はフリーセックスの島だと聞いてきましたうわ青春旅音楽僕らの世界が少しずつ変わり始めたさよならだけの人生じゃつまらねえぞまた会おうよしエロチシズムブロどうしようかな色即ゼネレーション